ますエネルギー横山守です。今日は10分でできるご飯にも合う何にも合う美味しいドライキーマカレーを作ります。今日はおしゃれをしています。でーん、ビンディっていうらしいよ。使い野菜はこちら、玉ねぎ、トマト、人参、玉ねぎをみじん切り。あー、涙が出る。なんで15秒ぐらいしか経ってないのに。晴れ渡ってないし、最近の天気。今、梅雨です。そこまでみじん切りにしなくていいです。歯ごたえを大事です。ほら、見て。トマトと同じ色。かわいい。ここまでで本当は5分ですね。説明しながらやるとちょっと良くないだけ。あとは炒めていくだけです。油に人参と牛豚粗挽き肉 200g、 使うのはこれ。今まで食べたカレーの中で一番美味しいと思う。本当にうちの近所のスーパーでも売ってる店と売ってない店がありました。今年最後の雪の花を待ってる待ってる、雪みたいに待ってる。一回混ぜてからの卵をいただきます。これはパパに父の日に作ったフラワーアレンジメントです。何この卵よ。お肉感がすごいの、ジューシーなのなんです。今日はもう買ってきたな。この前自分で作ったけど、ちょっとめんどくさかった。正直だよね、私。サラサラしてないのが逆に、この肉がギュッて詰まってる感じがすっごく美味しい。中辛でスパイシーめなんだけど、野菜をいっぱい入れることによって、なんか、マイルドになって、卵を入れるともっとマイルドになって、もう、マイルドキーマカレーです。ということで、今日はご飯にも何にも合うキーマカレーをご紹介しました。本当に10分でできるんよ。ぜひやってみてください。ごきげんよう。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。いいね。チャンネル登録よろしくお願いします。